日本の競馬騎手、長教師。1923年、日本レース、クラブの騎手兼長教師であった、日本柳正蔵の子として生まれる。長兄、勇、次兄、俊平、三兄、年夫も騎手であり、中でも勇と年夫は華々しく活躍した。1939年、兵庫県の成尾神城小学校を卒業と同時に、 鳴尾競馬場の元石正お給舎所属の騎士見習いとなる。1941年に横浜の父の元へ移り騎手としてデビューしたが、第二次世界大戦の影響により1943年より兵役につく。戦後騎手として復帰したが、病気のため1950年に一旦引退し、1956年より再び復帰。 以後1969年まで起場した。騎手成績は、日本中央競馬会が発足した1954年以降で863戦30勝。その後は調教師となっていた、年尾の旧社で、調教助手となった後、1974年に調教師免許を取得し、中山競馬場、白井文場で旧社を開業した。 年間成績では1983年の14勝が最高記録であり、主な管理場には、ロビン・オンワード、法要シルバー、オンワード・カメルンがいるが、重賞に勝利することはなかった。管理場では唯一アミサイクロンに重賞勝利経験があったが、同競争の試行当時、日本柳は、馬主の名義が志事件に連座した角で競馬会から、管理停止処分を受けており、 アミサイクロンは一時的に弟子の浅野陽一郎旧者に所属していた。1998年2月28日をもって調教師を引退。通算成績は3069,172勝。約3ヶ月後の5月20日、病気のため75歳で死去した。本人の希望により、日本中央競馬会や日本調教師会から不法が出されることはなかった。太字は、 文科生、括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分、ありがとうございます。